はい、こんにちは。ビライフのマリコです。今日はくびれを作るのに効果的なエクササイズを紹介していきます。お腹周りの脂肪燃焼も促し、ウエストシェイプに効果的です。ぜひ一緒に行ってみてください。横向きの姿勢から入っていきます。肩の真下に肘で、膝はね少し前の方に曲げておきましょう。そのままウエストからぐーっと上に持ち上げていきます。お尻を高く持ち上げてゆっくり下ろしましょう。で、肩と耳がこう近づかないように気をつけてください。しっかり肘でマットを押して吸いながらお尻を上げて吐いて戻します。吸って上、しっかりこのウエストを意識して動かしていきましょう。お尻を高く持ち上げて、はい、さあそのまま上でキープしていきます。上の手を長く伸ばして、ここもしっかり肘で床を押しながら、だんだんねウエスト腰が下がってこないように一番高く持ち上げられる位置まで持ち上げていきましょう。胸を開きます。首きつい方はまっすぐ、さあこのままキープしていきましょう。だんだんお尻腰が落ちてこないように気をつけて、はい、じゃあ上の手そのまま下くぐらせて後ろに回してゆっくり上に吐いて後ろの腰をタッチして戻します。だんだんお尻が落ちてこないように気をつけましょう。あと5回いきます。1、2、ずっとお尻は上です。3、4、5、はい、下ろしましょう。じゃあ反対いきます。反対も、肩の真下に肘です。肘と、腰の位置ですね、まっすぐで膝が少し前に出てます。息を吸いながらお尻をぐーっと持ち上げましょう。肩が上がってこないようにしっかり肘でマットを押して戻します。で上、さあ下の腰をしっかり上にぐっと持ち上げていきましょう。はい、そのまま上の手を長く伸ばしていきます。腰を高く高くぐっと持ち上げて、肩が落ちてこないようにしっかり肘は床を押しましょう。キープします。しっかり持ち上げてるとだんだんこの下のラインですねきつくなっていくのが分かるかと思います。はい、その上の手腰の後ろに回していきます。吸って胸を上、ぐーっと回して、だんだん腰が落ちてこないように下の腰しっかり持ち上げていきましょう。吸って吐きながら停止。あと5回いきます。1、2、吸って3、さあウエスト落ちてませんか。4、ラストです。さあお尻を高く腰を持ち上げて、はい、ゆっくり戻していきましょう。はい、ラストの動きです。さあ、まあ、肩の下に肘をついて、プランクです。頭遠く引っ張っておきましょう。さあお腹を引き込んでいきます。さあ、まあ、腰から大きくひねってお尻を左右に大きく大きく倒していきます。この動き繰り返していきましょう。1、2、3、4、5、6、
1、8、9、10、あと10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、膝を下ろしてお尻を後ろに下ろしましょう。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。ウエスト周りしっかり、刺激できたかと思います。物足りない方はもっと回数を増やすなどして調整してください。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。あと Facebook に、ワークショップの情報などは記載していますので、そちらもご興味ある方はぜひご覧ください。